丸文字は手書き文字のうち角を丸くした書体である。ルンルン文字、猫あざ、漫画あざ、丸あざ、ぶりっコ文字とも呼ばれる。ウィキペディアの概要が丸文字で書かれている。一般的には手書き文字の書体とされ、丸シック体とは異なる。か漢字混じりの日本語の文章は文字の特徴から角張った箇所が目につきやすく、文字や文章の印象が硬くなることを回避するために、 1970年代から1980年代に女子小中高生の間で広く用いられていた。当時の丸文字に特有の特徴としてひらがなのへの右半分にお重ねた文字を宛先の名前の後に書くというものがある。丸文字の流行が去った現在でも男女世代を問わず丸文字に似た字を書く人も多いが、これは単なる癖字の一種と捉えられている。 丸文字帳の手書き文字フォントも出ており、代表的なものとしては、ひらがなのみでありながら1980年代半ばに流行したルリールタイがある。また、2000年以降に登場したミカちゃん、様々な手書きの特徴を抽出して、シリーズ化したみんなの本と女性の手書き文字風本とアクビーンは丸文字の特徴を多く受け継いでいる。 山根一馬が2年近い取材を経て1986年2月に表した変態少女文字の研究文字の向こうに少女が見えるの調査結果では丸文字は1974年までには誕生しており1978年に急増したとされる同書では少女らが書く丸文字の普及の一員として70年代前半に相関したアンアンや ノンのといった女性向けファッション誌で使われていた書体、ナールを挙げている。ナールは、文字の先端が丸く処理されふっくらとした字体を持つ、写真食事である。1986年に写し人が、文字文化への愛着を広げようとして、マルワザ50音コンテストを開催した。1位の賞金は10万円。応募期間は、同年の4月から5月。結果、全国から2500点を超える応募があり。 7月23日から29日まで、東京の銀座島や球界のギャラリーで、入賞作品の展示が行われた。1位は、当時高校3年生の女性の作品で、11月に、新書体、イクールとして、写試験から発売された。2位と3位の作品も1987年4月に、それぞれ、エツール、ヨシールとして発売されている。なおや根ね馬によれば、 変体少女文字は横書きで早く書くのに適した文字であり、イクールは丁寧にデザインされた可愛い文字に過ぎないと述べている。また、イクールと同時期におにゃんこクラブのメンバーだった長田瑠璃子による手書き文字、ルリールが写し験から発売されている。この丸文字の有料書体化は同じく写真食事メーカーの森沢が年月にべを発表し、 また富士通がワープロ用の丸文字書体ソフトをパーソナル用機種、ビジネス用機種向けにそれぞれリリースするなど小さな動きを見せた。1987年6月に宇都市県は第2回丸技50音コンテストを開催。応募者数は2253人。1位は当時19歳の女性。8月20日から東京、有楽町の交通会館で、 入賞作品の展示が開かれた。1位の作品は、ノリエールとして書体化された。1990年5月23日付、朝日新聞長官に掲載された記事、丸文字はやめて、紅葉文字ではないわ。小学校の教師の書く文字が丸文字だったことで、それを子供が真似ることを危惧した内容であったが、読者からの反響の大きさにより6月20日に再び取り上げられ、 角張った文字の癖が問題とされず、なぜ丸文字だけが問題視されるのかなどの反論を合わせて掲載した。1991年11月に発売された工事園第4版には後、丸文字が新しく追加された。パルコ出版から出ていた流行調査雑誌アクロス1993年7月号に掲載された女性投稿誌のハガキや該当インタビューをもとにした調査では、 丸文字が姿を消しつつあり、止めの、しっかりした、カクカクした文字である、超大下手馬文字が増加しているとリポートされている。この現象は1960年代生まれを中心とした80年代のブリッコ文化が終わり、90年代の自然、日常を重視する1970年代後半、生まれ以降の脱、女の子的な文化が主流になったのが原因ではないかとされる。 あえら1997年6月30日号では、女子高生に広まる変なとんがり文字、丸文字の時代は終わったと題して、丸文字の流行が終わり、状態下手馬文字に加え、タギング文字という新種も広がりつつあるとしている。ありがとうございます。